とうで終わる、え、ちょっと待って、何文字かもわからんくないこれ。とんかす。殺すぞ。とんかす。とんかす。この部屋開けるのにヒントがあって、名前つけたらいけるのでは。景品使って名前つけるんや。ああ、これテスト開いたんじゃん。パカ開いた。え、おお、何入ってる。スコップ。ほら、またクロスワードかな。あ、はい、なんか光ってるね。そう、あそこも光ってんねんな。奥、お前、お前や、景品値かな。またまたあれか、名前変えるのかな、鍵。確かにかすれてるやつだと1個あるやったっけ。うん、1個あるね。取れた。ああ、取れた。で、経験値増えたわ。やっぱ。ああ、なるほど。これが経験値なんよ。まあ、経験値はもらっといて損はないよと。ないよと。これで全部かな、ハイダー。あと5ぐらい。いや、クロスワードっぽいけど。でもなんか削れてるよな。うん、勝ててるよね。ハヌケクロスワードってことですか。ハヌケワード。俺はハヌケワード。まあ、ぽい形でちょっと作るかしいと、とりあえず。失礼します。でもさ、さっきと同じ要領で下の部屋そう予想しなあかんってこと。まあ確かにこれ部屋の跡があんねん。なんかこれだから開く鍵探さなあかん。開く鍵探してまたやっていくと。開く鍵って何、開いてるけど。だから鍵持ったらパカパカするやろうから、しりとりになってるのかどうか確認。そうそうそう、扉残ってるところのやつパカパカさせないとどれがどの部屋かわからん気がする。開いた。どこだに？カワハギ。ここ、カワハギね。扉がこん、間取り図増やしといたから。階も4つか。わかへんな、これ何でも。え、もし上の方なんですか。でもそんなバカな。それか、使ったことのある鍵か。どっちかかな。もしかして、それあれじゃん、あの名前、名前つける系の鍵。鉄。あ、でもヒントなさすぎじゃね、さすがに。いや、まだ反対側があるよ。左から見ていこう。ない位置か。ちょっと、カワハギがここやったっけ。うん、これか。あ、そう、ここだけ。カワハギなんちゃらかんちゃら。絶望。いや、でもクロスワードがあるから多分簡単に当てはまると思うけどな。俺持ってる鍵全部反応せへんねんけど、これ。ちょっと使ってないだけだと思うね。それ何？アリクイ。ここ。おや？クロスワードこれこうやな。ちょっと待って。はいはい、あ、今書いた。え、あそこ開かへんの辛すぎんこれ。ここは関東さすがに分からへんぞ。か、でも連想していくしかないな。カワハギの上が多分かで終わる。いや、ちょっと待って、使った鍵ここ試してないんだよねまだ。いや、全部いい。俺は試した。試した。まあ、俺は試した。あの、まずクロスワードから逆算していけってパターンだと思うよ。あー、なるほど。あの、ここ見ると4文字の入るスペースっていうのが2つしかないね。まずこの縦一直線と、ここの横一直線。いや、3つあるわ。ここのどっかに入るんだよ。ここも、だけど。で、アリクイのイ、3文字目にイが入ってる4つのやつ。はいはい。うん。3文字目に、うん、ここあれ飛んでんのかこれ。あ、いや、これあれか。要するにここ繋がってる想定なのか。で、なさそうやから、カワハギで3つ目にギ。急ぎ、んちやく。入るやん、ほら。はいはい。ここ急ぎんちゃく多分入るよ。ここカワハギだ。ここがカワハギ。え、そうなんかな。これじゃあここだけ独立してまわへん。いや、いや、そこ下の探偵と繋がってるんちゃう。そう、これ多分ね、水のところは繋がってる想定なんだよ。水が繋がってるってこと？それだとしたらだいぶ分厚くなってまわん。あ、いや、それこういうこと？そう、だからここは 1,2,3,4,5 マス想定なんだと思うよ俺。そうなんかな。なんかそうやとしたらだいぶ難しいパズルになってる気がする。そっか。なんかそれやとさ、
ここがこうつながってるだけなのか、これこっちもつながってるのかもわけわからなくならへん。まあ確かに水が必ずしもつながってるとは限らなさそうやな。ここ多分つながってるよね。うん、あー、じゃあつながってる部分とそうじゃない部分があるって考え方にした方がいいか。え、でもさ、ここのイソギンチャクがあまりにも綺麗にはまりすぎて、これ罠にはめられてるのかな。めっちゃ綺麗なんや。いや、イソギンチャクそこはまったらね、イソギンチャクは合ってると思う。うん、そこはまったらここ多分ミーアキャットなんですよ、うん、はい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 、うん、じゃあそれでそう、アリクイかミーアキャットの下、あーぽいな、あーぽい、じゃあ入れるわ、アリクイね、ここで、これ多分な絶対つながってる、じゃあそれあれか、最後下がなんか5文字ぐらいでいいね、4文字目にイが入る、4文字目にイ、あー、スルメイかよ、スルメイか、あー頼むわ、ミーアキャットの場合は最後から3文字目のところが通って感じ？いや、これが5文字目が通の説ない？ 5 文字目？だから、ここが独立してんのがおかしいから、え、だから縦やろ？これ全部2,3,4,5 って続いてる、ここが多分通の部分でしょ、だからケツから3文字目が等のあれやろ、うん、あ、ケツから3文字目が等ですね、そうで、7文字かな、これ7文字おらんねん、初の落とし子やろ、あ、はい、あ、初の落と、あ、そうやね、はいはい、再登場させたら一応うまく、はい、再登場ありやな、そんじゃ、うん、再登場とかすんの、でもまあ一応、一応でもありで考えてみて、ありで考えるしかない、そっか、それ以外ないもんな、で、これミーアキャットは3文字でミっておったか、ネズミか、あ、ネズミね、ここ、こうじゃない、4文字目にネが来るやつ、4文字目にネが来るやつで、4文字目ネが、4文字目ネ、クリオネ、あー天才、クリオネ、はいはい、天才、クリオネな、クリオネの鍵あるわ、俺も出たわ、それこれコード完成したくね、そうだね、あ、なんだっけ、で、なんか穴開いてるところ、落としようか、クリオネ、ネズミ、ミーアキャット、ミーアキャット、あと、と、ホニャララ、スルメイカ、そっかそっか、とで始まって数で終わるってことか、うん、そう、ってことやと思うな、じゃあトンスル、あ、違うな、おー、ほら、ルーで終わった、あれ、でもこれこうなってくると。だこれ名前の鍵ですよ、多分。多分それで、うん、上と同じで作れってことやろ、作れるんすよ。なるほどね。それが要するにこれの答えってことか。じゃあまたビンゴ君にするか。え、これでもさ、遠で終わる、え、ちょっと待って、何文字かもわからんくない、これ。とんかす。殺すぞ。とんかす。とんかす。とんかす。しばくぞ、お前。とう、とう。か、実はここは辰の落とし子じゃなくて、とうから始まって数で終わる7文字ですよ。なんなんやろな、これとうとうから始まって数で終わる言葉トップレス、これトーマスに脳支配されてるんだけどこれでもさ、だいぶ狭くない、このトーマスそもそもそんな生き物いいのか、これってレベルない、あれかな、生き物っていう概念を取っ払った方がいいのかな、植物とか、まあ、伝説上の生き物もおるしな、うん、確かに、あ、ん、トリケラトプス、お、お、はい、お前だ、あ、それだ、お前天才や、それは天才だわ、それは、メリコからそういえばそれあれかと思って考えた、トリケラトプスやん、これ、トリケラトプス、あ、絶対それだ、それや、名前かすれたやついけ、来たー、経験値誰か足りてるか、1位任せろ、俺が、俺がトリケラトプスの鍵で行くぜ、2階ちゃうか、体がどこだ、2階ちゃうか、上にしかないんか、行ってきまーす、はい、いや、これお前天才やんけ、お前トリケラトプスは綺麗にはまるなと急にひらめいたわ今、お前マジ神やんけ、お前、おー、すうわー、いい、そのアハ体験したかったな、いや、ゾウさんと気合いましたよ、アンモナイト知り合いね、アンモナイトしとったやん、確かにしてましたね、お前一番アハ出てやん、お前いっちゃん最初にアハッと、いやでもこれクッソ気持ちいいよ、思いついたら、いやマジ、お前、いやすげえ、よう当たったな、お前天才や、お前は、トリケラトプス、これで外れたら笑うな、トプスの鍵と、ちょ、今からでもトイザラスにならんか僕らはトイザラスキッズ
いや、これもパカって入ってもう脱出やろ俺。これはいけるやろ。これもパカ脱出やろ。これは勝ったやろ。これ以外思いつかんぞ。いや、もうこれも余裕の圧勝。ま、もう勝ったな。いや、もうこれも…トリケラ特装入ったーわーい。え、なにこれ。いいぞ。え、黒い立方体。あ、でもさ、クロスワードのやつやん、これ。てか、これ、トラップチェストになったらすごい、ねえ、爆発するんちゃうってビビってんの。なんかギミック発作動したよね、絶対。うん、絶対発動したよね、これ。これ、どこに戻ってみる。変わってるとしたら上なんちゃうん、これ。あ、浮いてる浮いてる浮いてる。浮いてる、てるなんか。ほんまや、浮いてる。浮いてる。クロスワード浮いてる。なんか、ここ、何が浮いてんの、固定された。ええ、クロスワード立体であるとか、そういうことになるの、これ。え、こんな、そ、これでも浮いてんのが文字ってことやろ。おそらく。確かに浮いた文字さえ表と見合わせたら。これ何文字？え？お。もうややこしいことすんなこれ。とりあえず赤くしますわ。はい。はいはい、おお。これ急ぎんちゃう。水バグってる。え、何これ？銀のとこやね、これ。急ぎんちゃうの銀のとこ。あー、銀か。ミーアキャットのトッのとこ。トッ やつ。ミーアキャットのトッのとこ。はい。おい。あ、ちゃう、ごめん。キャッカか。や、や。あ、ほんま、やつのところや。そう、やつ。じゃあ、投下しますね。ね？おぎゃ、おぎゃ。おぎゃ。わぁ、なんか、おぎゃ、頭がもうおぎゃ。いや、まあ、ギャーにしか使えへんから。そうね、これは、そうね、ギャ。これで全部か。ワンチャン上も浮いてるとかあんのか、一回。ああ、見に行くか。ある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 。浮いてないわ。え、そうか。いや、待て、これがこのブロックを持って近づいたら、うん、ああ、浮いた。ほら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 。ナイス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 。おい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 、ナイスか。ああ、近づかなあかんのやったら、下も浮き損ねがあったりするのか。いや、俺そう思ってずらんとぐるぐる回った。ああ、天才。一応念のためにもう一回ぐるぐるしてくる。1個目のクロスワードコピーしてまた下に用意して、これなんか浮いてる高さが違うのは関係あんのかな。いや、だから立体クロスワードワンチャンありますよこれ。おい、マジかよ。それが50になってる、50になってる可能性ある。ちょ、ここここここどんどんここどんどん、高さ高すぎ。あ、あ、はい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 、あ、これ絶対高さ関係あるやつや。待って、これ絶対関係ある。いや、だってこれ高さだって全部そろ、あれでもなんか、いや、これ乗れるんじゃん。いや、あ、乗れるけど。ちょっと待って。え、でもじゃあ下でじゃあやってる意味は？確かに。え、やったー、グローベリー。それ登れる？ん？ちょ、登れると思うよ、伝えから。ま？え、多分これ上登って彼のとこまでアスレチックしろってことやろ。え、急に焦るよ。アスレチックもクソも、でも普通に登れるくないこれ。ちょっと待って、これ上の方はこれブロックに乗ったところで意味がなさそう。どうせすぐ上天井やし。一回こっち行ってみる。なんかできるわけではないな。あ、ちょっと押したのか、俺が背中を。やだつー。もう帰ろうよ。あれ、でもカレント近くまで来たよ。はい、ある？いるわ。だ。落ちるんやけどさっきから。なんもない。草。金芝くん、金に対する相手も何も持ってないし。僕そろそろ死ぬんですけど。ベッドに。置いて。リスポ登録しようか。でもさ、謎解きしてさ、入り口の鍵開けるっていうのが正攻法なんじゃない？はい。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 え、でもさ、確かにそれは、あ、チェストあるやん、上に。ああ、ナイス。あった？これ出てくない？何入ってる？だって、え、チェストの行き方が分かれへん。俺も上行ったよ。え、一番上まで行ったらいいの、とりあえず。あ、トントンさんとこや。あ、開いた。あ、え、宙に浮く床を並び替えよう。はいはい、はい、じゃあ色塗りしての並び替えるか。はい、知ってました。はい、知ってました。知ってた。ちゃんと色塗ってよかった。もう本当にこれでも高さので順番色つけた方がいいかも、ね、ってことは危ないか。お前かぶれアジでほんまに危ない。超えれた。死んだと思ったのに。さっきショビクも言ってたけど、小さい矢が使えるのって死かギやから。そう、そうやねんな。シャかギャのどっちかや。シャギャ。これか、うん、これが確定かな。そうそう。で、シャだったらまあ写真とか、
血が煮込めなくない？そうそう、それさっきちょっと詰まってるな。はい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 、じゃあ、でもウサギの感謝かぶってないよ、これ、ここまで5000もを2で作れる、うん、というわけで残ってることが、ウサギの感謝の背泳ぎなんか違うこと、新しいやつ出てきたね。おおもう。せ。ああ、オットセイなんか関係あんのかなと思ったけど、塔がなかった。そうなんすよ。俺もオットセイめっちゃ考えてんねんけど。オットセイ。確かに。オットセイのなんじゃないもんな、この。オットセイは1号室やんけど。ああ、そういや、そうやったね。そっか、1号室。一番最初の部屋を落としてるほうがいいと思うな。お前それ伏線回収という好きなパターンあるか。あるな。ん？なんか思いついた。落としては1号室。ああ。なんか思いついた。ちょっと待って。いやこれゾムのひらめきまた来るか。ちょっと並び替えるよ。ちなみに今出てきた文字の中に塔がないから落とせすでに不可能っていう。小さい通が大きい通になることってありえると思う、まあ、ないわけではないと思うけど、うん、ってなると号室っていうのは、そう、号室作れる、3号室っていうのは作れるな、うん、3号室、3号室の、ここが1だとすると、まあ3だと。え、どこが1やったっけ？オットセイ。オットセイ。どこがいい？3が多分カナリアなんですよ。うん。うん。3号室の下のオギャーか。オギャー。ベッドで寝るオギャー。オギャー3号室の鍵まで文章を作ったらめちゃくちゃになってしまったら怒りないし、あるあるや、まあ、あらゆるとこ探してみよう。部屋その理論でいくかったら、いやーもうなんか大きくするって言ってる。あ、これ3号室の鍵を燃やせじゃない？お、ああ、そっか、それだわ。ぽいぽいぽい。なんか綺麗に並び綺麗に並ったな。で、出て燃やすの？それな。かまどか？火？あ、かまどあったわ、どっかに。かまど見たぞ。あったわ。どこやったっけ、あれ。1階やったっけ？2階、下じゃなかったっけ。下か。1階か、これ。下にあったよ。下の階か。で、カナリアの鍵を燃やせば、これ。ワンチャン。あ、かまどっぽいな。これ、なんか。燃料ないよ、燃料。あ、来た？燃料ないけど。いや、燃料ないけど、なんかいけるんじゃない？いや、入れてみる？うん。入れて入れて。俺持ってない。あ、俺か、もしかして。かなり、あったわ。え、変わった？いや、入れたら何もない。あ、じゃあ燃やすための何かを探さなあかんのか。じゃあなんか適当に両方しかなぜにし、俺カーペットとか入れてみる。何も燃えへんわ。入らへんな。いや、そらもうここの木材はあれダメか。燃料、燃料もあれも謎なんかな。燃料の掘りも鍵を入れるっていう。ああ。燃料になりそうなやつ。え、もしくはこのしりとりになってるか。カナリアで。ああ、でもそれはアンモナイトぐらいしかないか。燃料になりそうな動物。燃料になりそうな動物。どんな動物？なんかの鍵が燃料説は確かにあるっちゃあるねんな。せやな。刺されて熱々。 あれじゃないの、シンプルにカナリアの部屋の下がクリオネだからクリオネを入れるっていう。おお、クリオネ。じゃあ両方持ってるわしがやってみましょうか。入れてください。これでうまく動くかどうかですけどね。いや、間違いない。この天才ゾムさんの命数にかかれば1コロン。クリオネだ。置けませんね。はい、まあ、確かに1個だけオブジェクトが違う説あるから1個1個試していってみる説がある。そっか、置かれへんのか。ああ、カーペット燃やせるわこれ。え、燃やせるのかい。じゃあそこにカナリア入れたら。え、なんで今燃えた。
え、おおおおおお、急に燃えるやん。え、カマドロックされた。え、これで上開いたんちゃう。え、開いた、あれ、あれ、ちょっと待って、あの燃えた理由がようわからんけど燃えたな、うん、カーペット燃えたわ。カーペット燃えんのかい。え、ちょっと待って、俺カーペットさっき入れんかったやん。入れられへんかったのに。え、開いてる。カナギを入れたら、あ、まだ。え、ちょっと待って、三号室、三号室。あ、そうそうそう、三号室の鍵燃やして。三号室。三号室？何もないです。どこや？カチってなったぞ。何や？何や？上か？え、ちょっと待って。あの鐘を鳴らすのはあなた。ちょっと待って、俺もう一回燃やしたとこ見てくるわ、ちゃんと。かまどロックされて手元に何か入ったりしない？あ、確かに。え？あ、一番中。あれ、鍵？玄関の鍵？かなり熱い出入り口の鍵、くさっ。おい、危ないんかい。もう危ないんのかい。全然気づかんかった。え、開けた、これで。あ、開いた。やった、出したやったやった。いや、カーペット燃えんのかい。いや、全然燃えんのかい。燃えるんか、てか、カナリア、鍵なくなったけど大丈夫か。大丈夫か、お前の家の、お前の部屋の鍵ないなって。全部の鍵も持ってきてるけど俺は大丈夫。確かに、確かに。割と賠償率高いよ。謎解き使ってたら直しといたから。あ、なんか、あれ、ここにあれある。あ、なんかある、本あるわ、本あるよ。おめでとうできな。お、脱出おめでとうございます。また何か思いついたのか。あっさりしてんな、お前。なこいつ、あっさりやな、まして。いや、今日おもろかったのだとき。いや、だいぶ悩んだな、うん、いや、めちゃめちゃむず、いや、難しかったな、うん。ちょっとなんかでくいな、これ。ちょっと待って、3号室の鍵を燃やせるの、おがずるいわ。いや、確かに、確かに、おがずるいわ。変えるのありなんやな、あの小さい文字を大きくしていいっていうのがちょっと、うん、そうやね。そこに至ってから早かったね、思いつくの。すごい、素晴らしい。いや、でもタイトルに助けられたな、オットセイは。そう、ね、確かに、1号室っていう。確かに、あの3号室のところのひらめいたのそれでやもん。うん、そこからやから、まあ、結局謎解きでひらめくのはゾムクスとショッピくんだけでしたね。いや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 、ウサギのガンバって。ウサギの仕事ガンバ、完璧やって。黄金の滑車惜しかったやろ、お前。お前、よくあそこまで持ってたと思わへんわ。いや、でもあれですよ、うん、まあまあ、よくついてきましたね。いや、勝ちましたわ。思ったより難易度高かったな。いや、マジですごい、うん、でも楽しかった。普通に思った、普通におもろかった。クロスワード、うん、万年ぶりにやったわ。これね、前のマナゾキトップでもクロスワードやったんですよ。あ、そうなの。か、好きやな、クロスワード。いや、いや、じゃあ、せめて俺の次なんかダッシュマップ作るときはなんか、ああいう系にしてくれ、なんかバイオハザードみたいなやつにしてくれ。そうね、なんか宝石はねる系とか、あれぐらいにしてくれ。もう脳が俺たちの台座に物乗っけるとか。ちょっと脳トレ難しかったわ。普通に、まあ、いや、でも素晴らしい。いや、ガッチャガッチャ、いいデュエルだったぜ。まあ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 、まあ、最新メモ用意しといてよかったな、これ。ほんまに、あれなかった、あれなかった、終わってたな。俺も一生とろまれてたよ。これマジでほんまにクロスワードのおかげやな。メモなかった、終わってた。めっちゃメモらなあかんかったな、これ。ちょっとすみません、登れなくなってしまったんですけど。え、そう、え、そう。マジほんまや、段差が。です。え、マジで登る段差なくない、これ。ないな、ないな。そうですね。じゃあ私たちはロボロに残されたということで、そうですね、はい、世界は広いですよ、皆さん。どうか自室に引きこもらずね、この広い世界を旅立っていきましょう。はい、エンディングです。お、さよなら。さよなら。走るロボットともにエンディングや。走る。流れてんねや、もう。歌を流れてる。上から下に。テロップに走っとくわ。